接種証明書がね新しくなりますということで、申請に必要なものがスマートフォン、マイナンバーカードと、あとは暗証番号、暗証番号忘れずにということですね。早速スマートフォンとマイナンバーカードを準備してワクチン接種証明書発行、はい、始めたいと思います。よろしくお願いします。はい、アップストアを開いて、接種証明書とか出てるのかな、検索出てこないっすね。サクって出てくっといいんですけどね。そうね、これですね、接種確認アプリ、あ、接触か、これ接触だね、これあれココアとかってやつね。そうね、ちょっと待って、ワクチン接種証明アプリ、これ押してみます、はいはい、でまずはアプリをスマホにインストールと。これ違うね。なかなかこれ今アプリが見つからず苦戦しております。接種証明、これ民間のアプリは出てくるんですが、事前に調べたアプリではない。コロナワクチン接種証明書、あった、出てきました。おー、これね、おー、はい、だってなかなかあれだね、アプリを見つけるのも意外と一苦労だったということで、意外と民間のアプリも多いみたいですね、はい、じゃあ入手します。よろしくお願いします。はい、開きます、はい、ほう、あ、ちょっとこれ取っておいていいですか、注意書き、はい、同意して、接種証明書が発行されるとここに表示されるはずと。はい、まだ前段階です。では早速接種証明書を発行したいと思います。国内用海外用が選べるようですので、国内用をチェックして次へ。暗証番号ですね、これマイナンバーカードの作成の時に登録した4桁の番号が必要になるので、うん、マイナンバーカードの暗証番号がないとここで頓挫する可能性は非常に高いですね、はい、注意して方がいいですね、はい、次進みます。読み取りです、はい、読み取り開始します、はい、これもうすでにスキャンが始まってるんだよね。してます。おー、いた、接種した際に住民票があった自治体を選びます。で、私は山形市なのでこのまま検索します、はい、見つかりました。私の名前と接種回数と最終接種日、7月の11日に2回目の接種が終えてると、はい、はい、で、ここで1回目2回目違う自治体で違う住民票変わっていた場合ですね、はおそらくここを変更して取るとということのようです。まあ基本は1回目も2回目も同じであれば同じとこで売ってるはずなんで、うん、そのまま人が転居あればあれですけどね。ではと、はい、発行します。
発行しましたと。これがアプリ、あ、これが証明書になってるんですね。押してみますか、ちょっと。はい。あ、スクロールちょっと。なるほど。打った。実際、メーカーとか製造番号とかも出てきますね。打ちします。はい。あ、でこれが。まあ、今後ワクチン検査パッケージが本格化してきたときに会場入場時などで、あとこれがあれだ、本当に会場とかお店に入るときに表示することによってワクチン接種が証明されると。もうそうすると一発で通知カードが手元にないって言ったら調べてくるんじゃん。実際やってみていかがだったですかね。はい、アプリ名をちょっと最初苦戦しましたけれども、実際入ってしまえば暗証番号とマイナンバーカードの準備さえできていれば非常にスムーズに取得できるなと思いました。やっぱりあれですね、もしまあ、ちょっと迷うとするとやっぱりマイナンバーカードのパスワード、そうですね、3回間違えるとロックがかかってしまうようなので、そこは一度、入力前に確認してから、取得した方がいいのかなと思います。それ実際所要時間はどんなもんで、アプリを探すとこから開始して10分程度で取得まで、滞りなく進みました。